こんにちは、おもチャンネルです。さあ、今回ね、はい、こちら見ていきましょう。結構しましたね。なんか値段から言うとあれなんですけども、これね、9350円で、まあ、エディオンさんで7408円で購入したんですが、今回はね、トミカ絆合体アースグランナーより、このセットで君もグランナーだ。アースブレス&アースハンドルシフトチェンジデラックスセット、こちら見ていきたいと思います。はい、僕自身ね、もう変身アイテムを久しぶりに買いましたね。で、今回ね、まあデラックスセットということで、アースブレスとアースハンドルのね、まあお得なセットになってます。これね、それぞれ単品で買うと、まああくまで参考価格なんですが、アースブレスは、エディオンさんの価格で4380円。アースハンドルの方がね、3500円だったんで、まあ両方ね、別々で買うよりは、まあ割とお得。ただ、あれなんですよ。このセットにはコアグランナーイーグルトミカ、これクリアブルーバージョンが1台付いてるんですけども、アースブレスの方はね、クリアレッドバージョンのコアグランナーのね、レオトミカが付いてるんですね。まあどっちかね、すんごい迷ったんですけど、まあお財布に優しい方を選んじゃいました。さあではね、早速ちょっと見ていきたいと思うんですけど、多分これボリュームたっぷりなんで、今回はアースブレスの方からね、触れていきたいと思います。で、箱はね、はい、こんな感じ。2つ入ってるんで結構箱大きいですね。で、正面こうなってて、側面は、はい、このようなデザインですね。まあ、それぞれにこう、いろんなね、説明が書いております。はい、こんな感じで。で、上は、はい、こうなってて、背面はこうと。まあ、この面にはいろんなこう遊び方が載っております。さあさあ、ではでは、お待たせしました。ではね、早速ね、中から取り出し見ていきましょう。久しぶりの変身アイテムなんでね、うわ、ちょっと待って、出てこないよ。出てきてちょうだい。よいしょー。まあ、非常に楽しみですが、お、結構ざっくりと入ってますね。はい、こちらまずこれ、アースハンドルね。で、今回のメインの、これが、よいしょ、アースブレス。すごい簡単なパッケージングですけどもね、あ、こちらに、イーグルトミカもね、ついておりました。で、あとはね、これ説明書の袋ですね。まあ、特にこう、シールとか貼り付けとかないみたいなんで、すごくセット内容的にはハンドルとブレスとトミカとね、こう簡単なものになってますね。さあ、それでは、とりあえずこれから行きましょうか。フォアグランナーのイーグルトミカですね。これがクリアブルーバージョンですね。よいしょー。出てこない。出てきた。おー、なかなか鮮やかなクリアブルーになってるんですけど。まあ普通のイーグルトミカと比べるとこんな感じで、もうメインのね、ここのね、ブルーの部分がクリアブルーのカラーに変わっただけのイメージかな。側面のプリントも同じですね。コアグランナーイーグルと書いてあります。白色の部分が若干ちょっとね、地の色が違うんで、まあパッと見の色味は違いますね。まあでも本当に作り自体はもう型とかね、ほとんど同じとなってますね。はい、そこはこのようになっております。で、ちゃんとサウンドも鳴るんで、電源入れていきましょう。まあ、起動音も同じかな？同じですね。まあ、サウンドの違うところも気になるところなんで、ちょっと交互にね、1音ずつ鳴らしていきたいと思います。じゃあ、通常版鳴らしてクリアブルーバージョンというね、交互に行きますね。ではでは、行きましょう。1音目は同じ。2音目。2音目も同じ。3音目。もうちょっと違ってきた。4番目。おー、違うね。5音目。5音目は一緒ですね。で、6音目。6音目も同じだ。7音目。はい、1周回ってきました。じゃあちょっと2周目もバーッとね、鳴らしちゃいましょう。コアグランナーイーグはい、こんな感じで3、4、5音かな？そこの音声が単体ではね、違うみたいです。まあ、なので、音声を楽しむといった意味でも、もう一つのクリアレッドバージョンのね、レオトミカも気になっちゃいますね。
まあとりあえず今回は、これで我慢で続いてアースブレスではではではちょっとね出していきたいと思いますが、まあ包装も簡単で組み上がってるような状態なんで、もうそのままポンと出して電池さえ入れれば楽しんでいけるような形です。おー、結構しっかりとできてる。なかなか見た目すごいね、かっこいいね。ここの部分がこんな感じで回るのと、あとこのハンドルの部分がこのように稼働しますね。でここにね、まあそれぞれのねコアグランダーをこのように取り付けることができると。おー、なんかこうシンカリオンを思い出すようなレバーですね。で細かいとこで言うと、ここが金メッキが施されてて、ここのメーターはシールかな。で中のこう動くのかな、針がね赤いのがあって、内部もかなり造形は細かい感じですね。ちょっとガンメタのようなベース色になっております。リングの部分は黒色の清潔色ですね。で緑のこれは塗装で、本体はちょっとこうパールホワイトというか、まあパール色ではないかな、ちょっと輝いているような白色のベース色で、側面は赤と黒のラインが入ってて、あと全体的に、はい、ちょっと見ておきましょう。来るとこんな感じ。あ、ここに電源のスイッチですね。で上はこうなって、ここもシルバーの塗装入っております。で後ろの面はこのようになっておりまして、ここにあの電池を入れるみたいですね。でベルトがついてるんですが、まあ基本的には子供さん用のおもちゃなんで、大人の僕の腕につけれるのかな。一応回してみますが、僕腕ね、まあまあ標準的なサイズだと思うんですけど、あでも一応つくね。こんな感じかな。一番外側のベルトのよいしょ穴に一人でつけるのむずいちょっとこれ止めてからにしようかな。これ止めますか。はい、これで無理だ一人で僕は何をやってるんでしょうか。よし、なんとかはまってベルト止めもスライドしておきましょうね。おゲー、電池入れてからやればよかったまあとりあえずこのように、はい、一応大人の僕でも取り付けることができます。うん、まあまあまあ操作感はいいけど、あハンドルとかはねやっぱね子供さん向きかな。ちょっと小さめですよね、こうやって実際に遊ぶとね。うん、さあさあ、それではせっかくちょっとつけたんですが、ちょっと取り外して電池を入れてね、サウンドとかもね見ていきましょう。電池を入れるところはさっきも言いました、ここをプラスドライバーでネジ緩めてと、で蓋を開けて、で単4ですね、単4電池2本の同じ方向ですね、マイナスを先に入れてこんな感じで取り付けると。で蓋閉めてネジもしっかりと閉めておきましょう。ギュッと、はい、これで OK。 じゃあちょっとサウンドねいきましょう。まず起動音ですね、電源オン。おー、いいねいいねいい起動。スピーカーはどこになるの。あ、ここか、ここにスピーカーがあるんで、ここは塞がないようにして楽しみたいところですね。ちょっともう一度起動音いきますね。ここもね光るんでちょっと注目。アースグラン、かっこいいね。それではまずレオトミカで音声いきますか。でアースブレスね、さっきこれ逆にしてましたよ僕ねこっちが正しい方向めちゃめちゃかっこ悪い。さあでは行きましょう。おーいいね、レオフでアースホイールを回すと。これ大気音ね、いいね、かっこいい。でシフトレバー、変身音なかなかいいね。ちょっと音のバランス的にこっちの方がちょっと小さい気もするんですけど、もう一回できるかな。できないねっていうかちゃんと針動いてましたよね。ちょっともう一回いきます。ほらいいね、おーいいね。で続いて必殺技、アースエナジーをね、アースホイールを回して貯めていきます。で満タンになったらシフトレバーで必殺技発動、いきましょう。
おー、アクセルソード発動しました。ちょっともう一回いきます。メーターがいいこれ。ちょっと久しぶりにやっぱ変身アイテムはあれですね。ちょっと嬉しい。大人でもめっちゃ楽しめるこれね。もう最近のおもちゃってめっちゃギミックすごいっすよね。なんでこんな面白いんでしょう。で、あと単体のキャラクターボイスね。この状態でもね、楽しむことができます。では鳴らしていきましょう。結構いろんな音声になりますね。ランダムかな？なんかね、レアボイスもあるみたいです。これかな？いいね。いや、でもめっちゃ楽しいですね。じゃあ、とりあえず、レオトミカは終わっといて、全部鳴らすのね、大変なんで、じゃあ付属のね、クリアブルーバージョンのこれイーグルトミカもね、いきますか。あー、こっちもかっこいいね。で、必殺技音声ね。あー、こっちもいいね。で、単体のキャラクターボイスもいきましょう。はい、イーグルもなかなかたっぷりの音声遊び楽しむことができます。いいですね。もうほんと全部やりたいんですけどね、大変なことになるので。で、あとこれまだ壊れてたの返品してないですよ。てかなるのかな、一応ちょっとやろうかね。早めにメーカーさんに言わないとあれなんですけど、絆合体の音声がね、流れなかったんで、返信音声も流れるのかな。とりあえずちょっと楽しもうか。いけるかどうか心配なんですけど、端子の部分がね、なんか多分壊れてるような気がするんですよね。ほら。完全にこれあれライド音声ですよね。なのでなんもなんないでしょ。やっぱダメだ。ごめん、タカラトミーさんに連絡します。はい、ということで今回はトミカ絆合体アースグランナーよりこれね、シフトチェンジのデラックスセットを購入して、まずはアースブレスとコアグランナーイーグルトミカね、クリアバージョン、はい、こちら見ていきましたが、さあ皆様的にはいかがだったでしょうか。いや、もうね、いいね、変身アイテムやっぱ久しぶりに触るとこう、もう大人でもめちゃくちゃこう楽しめてしまう、とてもね素敵なアイテムになっておりました。で、作りもね、本当にね、もう最近のこういったね、もう玩具っていうのはもう素晴らしいですよね。なんでしょうね、
これはね、ほんと手にしたくなるねアイテムなんで、いやこれ見ているお子さんとかね欲しがっちゃったらもうごめんなさい。まあですが、アースグランナーファンの方はね、ぜひこれをね腕につけて楽しんでいただければなと、そんな感じで思うんで、気になった方はねぜひねおもちゃ屋さんなどでね探してみてください。で本当にね、これねちょっとねアースブレスとねこのセットのねこの付属のトミカね一緒にして欲しかったなって思います。さすがにちょっと2個ねアースブレス買うのはなんとなく僕は引けちゃうんで、まあ、今回はねちょっと我慢しようかなと思ってるんですけども、まあ、クリアレッドバージョンのレオトミカをね楽しみたいっていう方はアースブレスね単体の方をねぜひね購入してみてください、まあ、ということで今回はねこの辺りにしていきたいと思います。おもチャンネルのタルでした。皆様のねチャンネル登録やコメント評価どんどんお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。あとツイッターやねインスタもやってますんでそちらのフォローの方もねぜひよろしくお願いします。では今回も最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。またね他の動画でぜひお会いしましょう。ではごきげんよう。さよなら。バイバイ。